俺の名前は青柳大吾、青柳組の組長だ。とはいえ、10年ほど前にヘマをしてしまい、服役していた。そのため、やっとシャバに出てきたわけだ。こうなると、俺の知らない顔が結構増えていて、組に戻っても浦島太郎状態になってしまう。相手も俺のことを知らないのだから、まずは話を合わせて、相手がどんな奴なのか、探りを入れようと考えた。ところが、そうして話していたら、会いたくない相手に出くわしてしまった。それが、木村和也だ。あ、お前、どこかで見た顔だな。そう声をかけてきたそいつは、暴走族時代に、俺を袋にしてくれた奴だった。俺はできれば無視して通りたかったのだが、なんせ相手は組員だ。そうもいかず、ひとまず足を止めることにした。そうかい。俺は知らねえが。ええや、どこかで会った顔だ。俺のことを覚えてねえか。覚えているが、思い出したくはない。どうかな。じゃあ俺は急いでるから。おい、ちょっと待てよ。今まで組にいたか、いねえよな。昨日まで全く見てねえってことは、てめえは新入りってことだよな。新入りというわけではないが、ここは新入りということにしておくか。そう思った俺は、あやふやな返事を返した。そうなりますかね。俺と似たような年齢か。俺は53歳なんだがよ。そうだな。俺もそのくらいだ。そのくらいってんじゃわかんねえや。本当のところはいくつなんだよ。しつけえな。ガキの頃から変わってねえのかよ。同い年ですよ。へえ、53歳にして新入りかよ。すげえな。何もすごいことはないだろうが、そういうお前も10年前にはいなかったぞ。そうですか。お前、どこ中出身だ？さあ、もう忘れましたね。適当なこと言ってんじゃねえや。俺はてめえのことをなんとなく覚えてるんだよ。ガキの頃に会ってるのか、それとも他の組で会ったのか。どうでしょうか。俺は覚えてねえもんで。じゃあ、組長に挨拶に行きますから。おいおい、待てよ。組長はいねえぞ。ああ、なんだよ。そんなことも知らねえのか。組長はな、無所に入ってるんだよ。まだ出てこねえって話したぜ。そうなんですか。それにしても、俺の知り合いに似てるんだよな。変だな。きっと思い出したら、面倒なことになるだろう。なんせこいつの性格だと絡んでくるはずだからだ。なんでこんな奴を組に入れたのかわからないが、俺がいたら絶対に入れなかったのに、そう思うばかりだった。その時だ、木村が叫んだ。ああ、思い出したぜ。てめえは、青柳大吾。ああ、思い出しやがった。そうです。青柳大吾です。なんだよ、青柳。こんなところで再会とは驚きだよな。それにしても、組と同じ名前なんだな。青柳組と何かあるのか。親戚とか、家族関係とかか。いや、そんなことは。だよな。それにしても、てめえもヤクザになってたのかよ。てめえのような弱い奴がヤクザになってどうすんだよ。俺が弱いだと。ああ、そうだろうが。なんせてめえは、族の頃に俺にボコられてるんだからな。俺より弱いのは分かりきってるだろうがよ。冗談ではない。こいつは俺を呼び出して、グループの全員で俺を袋にしたのだ。さすがに一人対グループメンバー全員で勝てるはずはない。しかも総長だったこいつは、全く殴り合いには参加してなかったのだ。メンバーに俺を袋にさせて、自分は高みの見物だったのだから。
てめえは弱かったよな。それがヤクザかよ。今まで何をしてたんだよ。会社員か。え、まあそうだな。会社員だったやつがどうして急にヤクザに転職だよ。会社員でも使い道がなかったのか。まあしょうがねえよな。てめえじゃどうせ何もできなかったんだろうしな。そうねらクビにもなるってもんだよ。ずいぶんと勝手に決めてくれてるじゃねえか。それで今日が初日か。あ、そういうことだ。なるほどな。じゃあ俺がいろいろと教えてやるよ。もちろんこの組のしきたりもだが、喧嘩の仕方なんかも教えてやるさ。喧嘩ができねえんじゃ話にならねえからな。会社員だったんだ。どうせ拳の使い方もわからないだろう。いや、心配はいらねえや。だから気にしないでくれ。そうはいかねえよ。何せ昔のダチみたいなもんだろうが。ダチなんかじゃねえだろうが。てめえとダチになんかなりたくはねえんだよ。あの時はボコボコになっちまったが、それでも病院送りにはしなかったよな。あれは俺がダチだからだぜ。そうじゃなかったら、てめえなんか病院どころか、あの余域だったかもしれねえや。そうか。あれだけ汚いことをしたのに、何がダチだって言うんだ。ところでよ、俺の方が先にこの組にいるわけだよ。いつ入ったんだ？半年ほど前だな。なんで半年前に入ったんだ？それがな、構想で組が潰れちまったのさ。だからここの若頭に頼み込んでよ。入れてもらったのさ。そうしたら組長が無所に入ってるってんで驚きだよ。どんだけヘマしやがる組長なんだかな。どうせ大したことはねえんだろうけどよ。まあそういうことだから俺の方が先輩ってことだな。なるほど。半年だけ先輩か。まあだから俺の言うことは必ず聞けよ。早速兄貴風かよ。俺の言うことを聞いとけば悪いようにはしねえや。半年前に入ったばかりで悪いようにはしないって。冗談だろ。お前も下っ端だろうが。下っ端だけどよ、お前よりは上なんだよ。何が上だよ。半年くらい早いだけじゃ何の役にも立たねえだろうがよ。バカ言ってんじゃねえよ。半年でも俺はもう幅を利かせてるんだよ。他の若い奴らは俺に一目置いているんだ。だから俺に舐めた口聞いてると痛い目見ることになるんだぜ。すごい自信だな。当然じゃねえか。俺にはそのくらいの強さがあるんだ。もうここに来て10人は殴り飛ばしたんだからよ。そうしなかったらみんなわかんねえだろ。俺がどれほど強いかがさ。そうか。俺はお前がそこまで強いなんて思ったことはないけどな。バカを言うなよ。俺はあの頃以上に拳を鍛えてきたんだ。その俺にお前が勝てるはずねえんだぞ。あんまりバカなことを言ってると組の中にいられなくなるぜ。ほう、組にいられなくなるのかよ。そいつは困るな。そうだろう。じゃあ明日から俺のしのぎを手伝えよ。そうすりゃ周りの連中も少しはてめえのことを認めてくれるだろう。俺は昔の立ちを大事にするからな。しのぎは何をやってるんだ？俺はみかじめ料の集金をしてるんだ。これが結構楽しくてな。あ、みかじめ料。確か青柳組はみかじめ料は取らないって聞いてるが。そんなのは知らねえや。兄貴がやれって言うから。ああ、いや、みかじめ料を取った方が手っ取り早く金になるんだよ。そのくらいのことができねえと組員として認めてもらえねえからな。ああ、そうなのかい。ああ、そうよ。それと今後は俺の言うことは絶対だからな。どうしてだ。てめえと俺は同い年だぞ。同い年でも俺の方が早くに入っただろうがよ。それに俺はてめえをボコボコにしたことがあるんだ。
俺の言うことを聞いておかねえと、それこそまたボコボコにされることになるんだぜ。そうかね。もちろんだろうが。ヤクザの世界は、拳の力が強い方の言うことを聞くもんだ。ってことは、お前は俺より弱いんだから、俺の言うことを聞いてりゃいいのさ。だからわかるよな。俺がやれって言ったことは、何が何でもやるんだ。そうか。わかったぜ。いい返事だな。じゃあ、早速、一丁やってもらおうかな。何をやれって言うんだ。久々に、俺の靴を舐めて磨いてもらおうか。なんだと？いつ俺がそんなことしたよ。俺がてめえの靴を舐めたことはねえぞ。そんなことはどうでもいいんだよ。お前は俺の言うことを聞いてりゃいいんだからよ。これからたっぷり遊んでやるぜ。さすがにこれにはムカついた。俺がこいつに屈することなど今までなかったことだ。それなのに靴を舐めろだと。ところがムカついている俺の心にあるいたずらが思い浮かんだ。こいつ、こんなことを俺にさせておいて、俺が組長だと知ったらどうなるだろうな。それに、組長の俺にこんなことをさせたとあっちゃ、幹部連中が黙っちゃいねえぞ。これは面白いことになりそうだな。俺は近づいてくる若頭の姿を目の端に入れながら、そう思ったわけだ。そして木村に視線を向けると、にやりと笑い、地面に正座した。お、やる気になったかよ。そうだよ。そうやって素直にしなくちゃな。なんせ俺が兄貴なんだからよ。俺の言うことを聞いてりゃ、悪いようにはしねえんだからな。そうか。お前が兄貴なんだな。こいつは言うことを聞かねえわけにはいかねえよな。だがよ、後悔することになるが、構わねえか。何が後悔するんだよ。そんなことがあるかよ。俺よりも弱いのは事実なんだからよ。てめえが後悔することになっても、俺が後悔することなんてねえのさ。そうかい。それならいいんだがな。俺は両手を地面についた。ちょうどその時だ。若頭が俺を見つけ、近づいてきた。いたいた。組長、何してるんですか？遊んでる暇はありませんよ。若頭。ああ、若頭。どうした？ぬ、どうしたじゃないですよ。10年ぶりに戻ってきたんですから、仕事は山のようにあるんです。下っ端と遊んでたら終わらないじゃないですか。いや、こいつが靴を舐めろって言うもんでね。舐めてやるかと思ったんだが。何？組長に靴を舐めろだと？組長って、どういうことなんですか？こいつ、この方が組長って。10年ぶりに組長が戻ってくることは、今朝のミーティングで話しただろうが、それがこの方だ。嘘だろ？それならそうと、言って欲しかったってか。お前が新入りだって言うからよ。確かに10年もブランクがあれば、そう思われてもしょうがねえや。だが、他の若い奴らは、ちょっと話しただけで、俺のことをすぐに組長だと察していたんだがな。なんでお前は、俺を新人だと思い込んだのか、全くわからねえから。ここはお前が気がつくまで相手をしようと思ったのさ。なんだよ、カズ。てめえは組長の顔も知らねえのか。いくら入って半年とは言っても、組長の顔もわからねえってのは、こいつは考えもんだぞ。すいません。しかも組長に靴を舐めろなんざ、ふざけた野郎だな。申し訳ないです。申し訳ないとは言うものの、カズの顔は悔しそうだ。さっきまでの威勢の良さはどこへ行ってしまったのか。まあ入って半年なんだろう。俺の顔を知らねえのもしょうがねえだろ。別の意味じゃ、俺をよく知ってるようだがな。別の意味で知ってると言いますと。
まあいいさ。それにしても、よくその年で下っ端からやろうと思うよな。俺なら恥ずかしくて、そんなことはできねえがよ。それはまあ、そうなんですが。お、組長とは面識があるのか。同い年ですし、ガキの頃の知り合いと言いますか。その辺のことは気にするな。いくらガキの頃に何があったにしても、今が問題なんだ。俺はそう言って薄ら笑いを浮かべた。そんな俺を見て、カズはかなりイラついているらしく、悔しそうに唇を噛んでいた。それはそうだろ。何せ俺の方が下っ端だと思っていたのだし、木村からしたら、俺を袋にしたという自負があるのだから。まあ、悔しがるのも当然だろう。まさか、青柳組の組長だとは。かなり悔しそうにしているが、組長だと分かった以上、俺に偉そうなことは言えない木村は、必死に怒りを抑えているらしい。俺は内心、ざまあ見ろと笑っていた。おい、カズ。この方が組長だってことが分かったんだ。二度とバカなことをするんじゃねえぞ。じゃねえと、てめえの命が消えることになるからな。おい。組長行きましょう。他の組にも、組長が戻ってきたことを知らせねえとなりませんから。やれやれ。やっとシャバに出てこれたと思ったらこれだよ。俺は若頭に尻を叩かれるように、組長室へと向かったのだった。だが、これで木村がおとなしくなるかと思ったら、そんなことはなかった。くそ!俺より下の奴が入ってきたと思ったのに。しかも、かつて俺のライバルだった奴だぞ。これであいつを叩きのめせると思ったのによ。木村がブツブツと独り言を言ってるところに、木村の仲間がやってきた。こいつは20代の佐藤という奴だが、木村と同じくらいに入ったらしい。最初はこんなじじいがと挑戦的だったそうだが、何がどうなったのか今は木村に懐いているそうだ。木村さん、何を一人で喋ってるんですか?お、佐藤じゃねえか。いや何、おもちゃが入ってきたと思ったらそうじゃなかったもんでな。面白くねえと思ったのさ。おもちゃ、なんすかそれ。組長だよ。組長がおもちゃ、どういう意味ですか?組長が戻ってきただろう。はい。奴は俺が暴走族時代の時の敵グループだったのさ。俺は奴を袋にしたことがあるんだ。そんな弱い奴がいるから、新入りだと思ったんだが、まさかの組長だったってことさ。組長を袋にしたんですか?ということは、組長がガキの頃は、木村さんよりも弱かったってことで。ああ。弱えどころか、泣いて謝ってたぜ。そんな奴が組長なんてどうしてわかるよ。お前らは奴の弱さを知らねえから、組長だって言うだけで、強いと思うだろうけどよ。あいつは弱いんだ。きっと幹部に守られてるから強そうに見えるだけだ。今だって、幹部の後藤さんに尻を叩かれて、組長室に行き上がった。自分がやることもちゃんとやらねえで、遊んでいやがったのさ。嘘でしょ?嘘なわけあるけ。奴は組長の器じゃねえのさ。それがどうして組長になんてなってるんですか?あいつの名字が青柳ってんだ。ってことは、奴は先代の息子なんだろうよ。だから組長になれたってことだよ。本当に器がある奴なら、どうして10年も臭い飯を食うんだよ。組長がそんなヘマするかよ。ああ、確かにそうですね。許せねえな。そんな奴が組長なんだぞ。お前が組長だと思ってる奴は、何の役にも立たねえデクノボーだってことだよ。これが許せるかよ。確かに許せねえが、どうしようもねえだろ。組長が人形だとしても、俺らは組員なんだ。そこだよ。そんな奴をこの先もずっと組長だと崇めねえとならねえんだ。俺はそんなのはどうしても許すことはできねえや。許せねえとは言ってもどうするんだよ。
奴をボコボコにする。どうやって？奴が一人のところを襲って叩き潰すんだよ。奴が俺に勝てるわけがねえんだ。本気かよ。ああ、本気だ。ボコボコにしてあの世に送りつけちまえば、俺がやったことはわからねえや。そうすりゃ今まで通りじゃねえか。なるほど、そいつは面白えや。どうだ、お前も食うわらねえか。そんな弱い奴を組長だと崇めてえなら、俺は無理にとは言わねえけどよ。冗談じゃねえや。そんな弱い奴を組長だなんて思いたくもねえ。よし、じゃあな、こうしてやろうぜ。木村は賛同者を得たことで、自分が強くなったような気になったのか、俺を叩き潰そうと考えたようだ。だがそんなこととは知らない俺は、相変わらず若頭に尻を叩かれ続けていた。はあ、やっと終わったな。お疲れ様でした。なんでこんなにあるんだ。俺が戻ってくるまで仕事を残しておいたのかよ。そんなわけないですよ。ちゃんとやってましたが、さすがに組長じゃないとどうにもならないものまでは手をつけることはできませんから。それもそうだよな。俺はこういう事務的な仕事は好きじゃねえんだがな。組長、もう捕まらないでくださいよ。無償は楽だったな。ダメですからね。ああ、わかってるよ。さて、俺は酒でも飲みに行くとするか。そりゃいいですね。俺も後から行きますよ。久しぶりに組長と飲みたいですからね。よし、じゃあ先に出てるからな。こうしてその日の仕事を終えた俺は、一人組事務所を出ると、ブラブラと久しぶりの街を歩き出した。すっかり辺りは暗くなり、あちこちの居酒屋に火が灯っている。懐かしい景色に、やっぱりシャバはいいなと一人ごちていた。その時、俺の前に二人の男が現れた。あ、なんだてめえら。あんたの首をいただきに来たのさ。その声は木村か。ああ、その通りだ。昼間後藤さんが入ってきちまったから、あんたに靴を磨いてもらい損ねちまった。だから今から綺麗に磨いてもらおうと思ってよ。靴を磨くのが先なのか、それとも首を取るのが先なのか、お前は何がしたいのかわからねえや。どっちもだよ。メイドの土産に俺の靴を磨いていけばいいのさ。まったくくだらねえことを考えるよな。俺が組長だってことは分かっただろうに。それでもやろうってのは命知らずってことだぞ。命知らずはどっちだろうな。お前が俺に勝てるわけはねえのによ。どうして俺がお前に負けるんだよ。しかもお前は怠慢張ろうってわけじゃねえようだしな。相変わらず仲間を連れてこねえと俺と勝負ができねえようじゃねえか。姑息な野郎だな。なんだと？こいつは俺が本当にお前をボコボコにしたことの証人だ。あのな、組長の俺をボコボコにしたとしてだ、証人なんかいたらお前が逆に困ることにならねえか。なんせ組長をボコるんだぞ。それが幹部に知られたらお前の命がなくなるとは思わねえのか。俺はてめえをボコボコにしてあの世に送りつけられりゃそれで満足なんだよ。なんでそうなるんだろうな。まったくわからねえや。それでそっちのは誰だ。名を名乗れ。俺は佐藤です。なるほどな、佐藤か。なんでお前はこんな奴についてるんだ。うまいこと言われて丸め込まれたのか。そんなんじゃありませんよ。そんなんじゃなかったら何なんだよ。こいつに何か言われたから俺に歯向かおうってんだろ。組長が弱いって言うから。ああ、俺がこいつよりも弱いって刷り込まれたのか。なるほどな。まあそういうやつだからいいけどよ。俺が弱いか強いかはいずれわかることだ。だが俺に歯向かったらお前の将来はなくなるぞ。こいつは53歳だ。あと数年も頑張れば年金がもらえる年齢だ。年金は払ってるかどうかはわからねえけどな。お前はまだ若いんだ。すべてがこれからだろうよ。
それなのに、この俺に歯向かうのか？いや。佐藤はかなりおじけづいているようで、俺の威厳ある態度にどうしたものかと考えているようだ。おい、木村。こんな若いのを巻き込むなよ。こいつがかわいそうだろうが。うるせえよ。巻き込んだわけじゃねえぞ。お前が俺よりも弱いってことを話したら、俺に賛同しただけだ。まだそんなこと言ってるのかよ。俺がお前に負けたのは、俺一人のところをグループ全員で襲ったからだろうがよ。あんな卑怯な真似をされて、それでも勝てたら化け物だろう。俺は人間なんだよ。うるせえや。何がどうだろうと、俺が勝ったのは事実だろうがよ。あんなことをして勝っても、それが勝利とは言えねえだろう。大門張って勝つならまだしも。あるいは五六人でかかってきて、お前が勝ったなら認める気もするが、百人単位の人間と一人とじゃ、どう転がっても無理だろうよ。それとも、お前なら勝てたのかよ。そういうことだったんですか？なんだよ。本当のことを教えてねえのかよ。あのな、佐藤。こいつは俺を呼び出したんだ。呼び出されて行ってみれば、こいつのグループ全員で待ってやがったのさ。おかげで俺は袋にされたってことだよ。生きてたのが不思議なくらいにな。しかもこいつは当時総長だった。高みの見物を決め込んで、俺をぶちのめしたのは兵隊たちだったのさ。知らなかった。わかったら、この場から立ち去るんだな。今なら、お前のことは不問にしてやるよ。うるせえ。わかった風なことを抜かしてんじゃねえぞ。俺は総長だったから手を下さなかっただけだ。俺も総長だったぞ。だが、兵隊よりも先に突撃したぜ。それが本当の総長ってもんだろうが。自分は痛い思いをしたくないからって、高みの見物ってのはいただけねえぞ。うるせえ。これが俺のやり方なんだよ。要するに汚ねえやつってことだろうが、俺は汚くもなければ卑怯でもねえや。その証拠を見せてやる。たった今ここで対マン勝負だ。あのな、こんなところで対マン張ってどうなるよ。通行人の迷惑になるだろう。しかも通報されたらどうなる。また障害で俺は無所行きになるじゃねえか。そうなったらまた若頭に怒られちまう。知るかよ。なんでてめえが組長なのに若頭に怒られるんだよ。そうだよな。確かにその通りなんだが、そのくらいの方がうまくいくもんなんだよ。まあお前にはわからねえだろうがな。おい、佐藤、手を出すなよ。俺がこいつを仕留めてやる。おい、青柳、対マン勝負だ。だから、こんなところじゃダメだって。なんでわからないかな。だったら、そこの路地に入れよ。そこなら、通行人の邪魔にはならねえだろう。よし、いいだろう。逃げるなよ。逃げるかよ。これからちょうど飯なんだ。いい具合に腹が減る運動をさせてくれよな。あんまり簡単にお前が倒れちまうと、こっちは運動にならねえからよ。どこまでふざけたこと抜かしてんだよ。行くぞ、青柳。俺は路地へと移動すると、木村に背を向けて立ち止まった。すると木村が背後から襲ってきた。相手は卑怯者の木村だ。このくらいのことはするだろうと思っていたが、俺が振り返るよりも先に襲ってくるとは、まさに想定内だ。俺はしゃがみ込むとくるりと身を回転させ、木村の足に自分の足を引っ掛けた。すると木村は見事に前につんのめり、地面に叩きつけられた。おいおい、何してるんだよ。まだ始まってもいねえのに。もうおねんねかよ。くそ、卑怯な真似してんじゃねえぞ。どっちが卑怯なんだよ。背後から襲ってくる方が卑怯だろうが。おい佐藤、巻き込まれねえうちに消えろ。はっ。
俺に倒されるところを組員に乱れたくねえからって、佐藤を逃がそうってことかよ。そうはいかねえぞ。おい、佐藤、俺が叩き潰すからしっかり見てろ。バカな野郎だな。俺はそう言うと、パンチを木村の顔面に叩き込んだ。腹を空かせるためには動かないとダメだ。こんな奴にパンチを繰り出す必要もないのだが、空腹こそが最高のスパイスだと言うじゃないか。俺は次々にパンチを決め、木村が這いつくばって逃げるところに蹴りを入れた。なんだよ、口ほどにもねえな。そんなんで俺に勝てるわけねえだろうが。どうして俺に勝てると思ったんだ。あまりにもお粗末すぎるだろう。助けてくれ。助けねえよ。せっかくのおもちゃなんだ。ガキの頃の恨みもあるしな。助けてくれ。頼む。命だけは助けてくれ。謝るから。ガキの頃は申し訳なかった。確かに卑怯な真似をしたと思うから。そうかい。そこまで言うなら勘弁してやるか。大して腹が空いてねえけどな。俺が背を向けて歩き出すと、木村は立ち上がり、俺の背に向けて歯を向け、突進してきた。バカな野郎はてめえだ。あの世に行き上がれ。だが俺はそれを避けると、突き出された木村の腕を取り、刃物を叩き落とした。どこまで卑怯な真似をするんだよ。てめえだけは絶対に許せねえや。俺はそう言うと、木村の腹に拳を打ち込み、倒れた木村の脇腹に蹴りを入れた。その威力は並大抵のものではなく、木村は壁に激突した。それを見ていた佐藤は、俺の怒りに恐怖を抱いたらしく、動けなくなっていた。はぁ、久しぶりに本気で蹴っちまった。組長、またこんなところで遊んでるんですか？そう声をかけてきたのは若頭だった。ああ、若頭。いやあ、腹ごなしにちょいとな。そんなことしてるから、無所にぶち込まれたんですよ。いい加減にしてくださいよ。組長がいないと困るんですから。ん？こいつは、カズじゃないですか。ああ、襲ってきたから叩きのめしたんだが、こいつはどうするかな。佐藤も。どうして？ああ、そいつは木村に巻き込まれただけだ。だがこの木村は放っておくことはできねえや。組の資金に働いてもらうか。資金にですか？何せ組長の俺の命を狙ってきたんだ。しっかり稼いでもらわねえことにはしょうがねえだろ。どうするつもりで？おい、木村。お前はガキの頃にサバゲーにハマってたよな。本物のサバゲーを体験させてやるよ。本物のサバゲー。ああ、楽しいぞ。5年だ。5年ゲームで生き残ったら、今回のことは許してやるよ。どういうことだ？てめえもヤクザなら知ってるだろうよ。海外の無人島で、金持ち相手に開催されてるサバイバルゲームだ。そこは法が届かねえ無法地帯。身一つで敵と戦うんだ。1年で1000万の稼ぎになる。てめえをそこに送り込んでやるからよ。しっかり組のために稼いできな。そんなところに送り込まれて生きて帰ってきたやつなんていねえだろうが。お前が最初の生き残りになれたらすげえじゃねえか。おいごと、こいつを送り込む段取りをつけろ。俺はこいつの顔なんて二度と見たくはねえからよ。はい、わかりました。俺はそう言うと、鼻歌混じりに居酒屋へと足を向けたのだった。カズはその後、何年しても戻っては来なかった。そんなカズの娘が出産したという知らせを受けたのは、カズが無人島に向かって3ヶ月後のことだった。なんだよ、カズのやつは孫が生まれるところだったのかよ。はい、そのようです。楽しみにしてたのに、バカなやつです。そうかよ、せっかく孫に会えるはずだったのに。運のねえ野郎だな。
それともう一つ、カズを訪ねてきた人がいまして。あ、誰だ？それが、小さな子供を抱いた女でした。まさか愛人じゃねえだろ。いえ、愛人ではなくて、どうやらその女が道路を歩いていた時、産気づいたようでして、ちょうどカズが居合わせて、救急車を呼んだようです。俺にも孫が生まれるんだ、こいつは一言じゃねえやと言って。なるほどな。おかげで無事に生まれることができたと感謝していました。そういうことかい。お礼を言いたいと言われたんですが、さすがに送り込んだからいないとは言えず、もう組を抜けたからわからないと伝えました。それしかねえよな。はい。そうしたら本当に残念そうで、もしあったら心から感謝していると伝えてほしいと。それと、生まれてきたのは男の子なので、助けてくれたカズの名から一字もらって、カズヒロとつけたということでした。あいつも、いいことするじゃねえか。俺は胸に熱いものを感じ、今頃はあの世でのんびりしているであろうカズに、そっと思いを心でつぶやいたのだった。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。